はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、ゆうです。さあ本日なんですが、新山でめちゃくちゃバチコリと実装されました列車デッキ作ってきたのでご紹介していきたいと思っております。見てくださいこのデッキレシピ、頭悪そう頭悪そうこいつ。このデッキ作ったやつはとりあえず頭が悪いっていうことだけは言えるね。で、まあ新パックで登場した列車、何が一番強いかっていうと、やっぱこのグスタグマックスっていうね、この UR モンスターがめっちゃ強いと。でレベル10のモンスター2で作れて、一旦に一度このカードのエクシースタイルを除くと相手に1000ダメージを与えるよっていう、効果と、しかも3000っていうね、ステータス、恵まれたステータスをしてますんで、まあこいつにコンセントレートをぶっかけて、まあ、ワンキルしていくと。ちなみに相手のフィールド上に何もなければ、あのセンターメージ与えた後に3000でぶん投げれば勝てるんで、コンセントレートさえいらないっていう、まあそんな感じのね、ギミックになってるんですけども、こいつを活躍させるためにはレベル10のモンスターを2体並べる必要があるということで、列車の今回新パックで登場したいろんなモンスターがね、バンバン並べるのに有効活用できるモンスターたちになっておりまして、まずですね、デリック・レーンさんですね。デリック・レーンさんは自分のフィールド上に機械族持続性モンスターが召喚特殊召喚されると手札から特殊召喚できるという非常に緩い召喚条件を持ったモンスターで、エクシス内になっているエクシスモンスターがこいつを素材に切るとなんか相手破壊できるっていう、まあ、例えばグスタグマックスの効果で1000番与えながら相手のカードを破壊できるっていうコンボになるんですよ。これがめちゃくちゃ強いです、はい。でナイトエクスプレスナイトは妥協召喚ができる、3000、これはね、マスターデュエル、OCC の方でスキルドレインとかと組み合わせて、もしよかったらマスターデールの方 のデッキも、動画にしてますんで、そっちよかったら、ね、見ていただければと思うんですけども、まあ、強いです。3000のモンスターになって妥協召喚にすると攻撃力がゼロになっちゃうよという効果なんですけども、これと例えばデリック・レーンとかとコンボできる感じですね。でバレットライナーは自分のフィールドのモンスターが機械族地属性モンスターのみの場合、バレットライナーが特殊召喚できると。で一応2番とはデメリットですね。デメリット、こいつが攻撃する場合はなんか、自分のフィールドのカードを2枚墓地送んなきゃいけないよっていうね、まあ、3000で特殊ができるんで、さすがに殴れたら強すぎるから、はい。で、マル3番が墓地送られたのエンドフェーズにバレットライナー以外の自分の墓地の機械族を、回収できるっていう効果を持ってるんで、まあ、これで後続をね、まあ、用意できるっていう感じですね、はい。で、爆走起動フライングペガサスは、墓地から自分の墓地から機械族地属性を特殊召喚できる効果を無効にして、でさらに、フィールド上のモンスター2体のレベルをどっちかのレベルに合わせるよっていう効果を持ってるんですよ。だからランク4もできるし、このデッキだったら、ランク10もできるっていう、まあ、そんな感じのねギミックになってます。であとはバック除去と、モンスター効果 を封じたい、カードと、コンセントレイドっていう、うんこみたいなカードを2個積んでるっていう。で、まあ、じゃあどうやってこの辺のモンスターを展開していくかっていう話なんですけど、まあ、こいつは妥協召喚できるからいいよな。妥協召喚できる、まあ、これも通常召喚できるけど、これは特殊召喚、特殊召喚ができないと。だからこの爆走列車っていうこのスキルね、はい、これが、まあ新、スキルの中で一番強い。このスキルだけでいいです、アンナさんを育てる場合はね。このターン自分はモンスターを通常召喚する場合に必要なリリースがなくなるよと。でさらにこのターンに自分が通常召喚したモンスターの効果無効化されるよと。で、このスキルが2回まで使用できますよ、デュエル中に。で、以下の条件を満たしてないとダメだよっていう効果ですね。でこれ列車デッキだったらこの、縛りをね、満たしながらデッキを組めるんで、まあ、基本的には列車デッキで使っていく、いただく感じになりますね、はい。でデッキレシピはこう、はい。でエクシスモンスターも一応ランク4できるんで、まあ、ランク4はいっぱい入ってるし、まあ、ランク10も入ってるんだけど、でも基本的にはね、グスタマックスで1000バーンしてコンセント打ってれば勝てるんで、まあ、これを今日は見せていきたいなというふうに思っております。まあ、対戦動画は、生放送の切り抜きになってることもあるんですけど、ご了承ください。早速やっていきましょう。デュエルスタンバイと2000で勝てんの強えな、マジで。これなんか一生なんかグスタマックスを守り続ければ勝てんじゃないか、このゲーム。こっちの方が城之内みたい。今の俺にできる。よし、相手のバックが弱ければ俺はもう一瞬でか、なんかフリーワットちょっとあれだな。光の援軍やべえ、強そう。ライデン、うん、なるほど。アタック勢だ、なるほど。タッコモンスターを召喚、モンスター効果発動。ライトボブアサシン、リバイバルゴーレム。おう、なんか宇宙起きてる。これもしかしてさ、スマイルワールドされる。
これスマイルワールドされそうじゃね。ちょ待って、ちょそれ、あ、ハーピーはいいわ。ハーピーはまあいいや。ハーピーはいいや。魔法カードはない、魔法カードはないと。1000バーンして6000で殴ったら、これ勝てるんだっけ。6000引く2600エキスですか、3400。あ、勝ちましたね。あ、ダメして使えないですよね。あれハーピーってダメして使えないですよね。スキル発動すんじゃん。で爆走列車発動して、で謎のモンスター、まあ、特殊もすんじゃん。はい、はい、でバレットライナーを特殊もすんじゃん。はい、弾丸特急バレットライナーを特殊召喚。そして2台のモンスターでオーバーレントワークを構築、エクシーズ召喚、いけ。うおー、召喚ムーブよ、どうぞ。うおーかっけーかっけー、グスタフ超ド級砲塔列車グスタフマックスのモンスター効果発動。発射オーライビッグキャノン。メインツーないから、カードをセットして、カードセットして、カードをセットしてバトルですね。バトル、いけ超ド級砲塔列車グスタグマックスでお前のハーピーレディスクラッチクラッシュに攻撃、ダメージ計算ない、コンセットレイトウォリアー明るく楽しくが俺のモットー。どんな時もさあ、お相手の方ハゲ、ハゲなんだろう、罠デッキかな、打ってなしだろ。煽り能力高いね。アンナちゃん煽り能力高くて素晴らしいわ、このキャラクター。めちゃくちゃ煽り能力高いやな、ね、こいつ。なるほど、デリックリエンか。サイクロンの効果を発動、これによって狡猾な落とし穴はぶち抜かしてもらうぜ。狡猾な落とし穴だな、それは。すいませんでした。スキル発動するしかない。こういうカスみたいな地獄ハンドルもな、このリンクス特有のスキルとかいう効果によって俺はリリースなしでモンスターを召喚できるんだぜ。重機化列車デリックレーンを攻撃表示で召喚、デリックレーンが召喚に成功した場合、手札のデリックレーンは反応するぜ。さあ、デリックレーンの効果によってフィールド上に機械と地属性モンスターが特殊召喚された場合、このモンスターを特殊召喚できる。ちなみに攻守が半分になる。そして手札より機械と地属性モンスターがフィールド上にのみの場合、バレットライナーを特殊召喚、強っ。どんだけ展開できる。で別にこれ攻撃できるとかないですからね、これ攻撃できますけど普通にこれ、はい。まあ、一応バレットライナーさん効果無効になってるんで、なんなら強いです。なんなら強いっていう、まあまあこれはこうしますけどね。普通にグスタフマックスをエクシーズ召喚、グスタフマックス召喚ムービーをどうぞ。あー、結構今生放送終わりたてで今ランク戦で撮影してるんで、結構空元気みたいなのがありますね。もう今深夜2時なんですよ、寝たいです。寝たいですよ、もう。心拍数0時にするのやめません。とりあえずグスタフマックスの効果発射オーライ、ビッグキャノン、1000ダメージを与えながらデリックレーンがエクシスタイとして墓地を送られた場合の効果を発動、相手のフィールド上のモンスターを破壊する。しくたばれゴズキー。さあ、ゴズッキーがくたばった。よし、あ、これ手札
あれだな、アンデッド族だな。今チェーンがあったぞ。わ、わかんねえか。伏せ方かもしんねえか。イケグスタクマックス、ダイレクトアタック。ゴリ押しすぎ。マジ脳死。マジ脳死だよ。ゴリラだよもうこのデッキ。ホーリーライフバリア。面倒。ゲボ面倒いやん。いやでも影物じゃないし、別にこれ レベル6のシンクロ出てきたところでこのモンスター2体ともなんか超えられないの。強すぎません？これ2体とも超えられないのやばい。相手妖刀知らねえ。いいよ妖刀知らねえよ、別にいいよ。レベル6シンクロは許して差し上げよう。もう終わらないわら地獄がなくなったから、もう知らねえ使うのやめたら。終わらないわら地獄なかったら多分弱いよそのデッキ。あでもそうでもねえか。罠びな、罠が厚く伏せられたらそれはそれ強いか。まあ、サイクロン流行ってるから微妙だけどね。おう、え、お、弱っ。ドラバレットライナー。とりあえずグスタフマックスの効果を発動。オーバーレイユニットを一つ使うことによって思い知らせてやるぜ。発射オーライビッグキャノン、バレットライナーを手札より特殊召喚。あ、これバレットライナー、あの2体リリースして分なったら勝ちやこれ。バレットライナーの隠された効果、殴るときにフィールド上のモンスターを2体リリースしなければならない。リリースっていうか墓地送らなければならない。いけグスタフマックスでアタック。うぜーうぜーうざ。じゃあいいや。じゃあ温存しよう。さすがにちょっとあのもったいないんで、バレットライナーの効果でデリックレーンは帰ってくるぜ。なんて強いんだこのモンスター。悪いな本当に。往生際が悪いぞハゲ。どうするハゲ、このままだと髪の毛が全部抜け落ちしまうな。あ、もう抜け落ちてるか。すまんな。バーみたいな落ちたら終わった。大変でした。苦しまずにいけるよう一発で仕留めてやるぜ。コンセントレートないけど。コンセントレートないんですけど、スキル発動するよね。や、これ2体展開できるんだ。2体展開できるんだったらした方がいいか。これスキル発動してなんかあの横展開するの意外とあるけどね。まあいいや。フライングペガサスを召喚、そしてデリックレーンの効果を発動。デリックレーンの効果で手札からこのモンスターを特殊召喚。そしてバレットライナーも特殊召喚。よし、ランク4さすがにするか。これランクレベル10、1400は弱すぎるの。ちょっと一応ランク4するか。爆走起動フライングペガサスの効果発動。デリックレーンを選択し、デリックレーンとフライングペガサスのレベルを一致させる。レベルを変化させるのはデリックレーン。そしてレベル4のモンスターが2体でオーバーレイネットワークを構築。エクシーズ召喚現れろ。ナンバーズ27ド級戦艦ドレッドノイド。ド級戦艦ドレッドノイドってさ、これアンナちゃんセリフねえけど、これアンナちゃんのカードじゃねえの。なんか知らんけど、これナンバーズじゃねえ、わかんねえ。ここ使ってなかったっけこれ。ちょ、全く覚えてねえや。まあ、いいや。とりあえずあのマジでグスタグマックスであのビッグキャノンって言ってるあのシーンしかあんま見たことない。おい、何してんだよお前。お前初日から列車メタルに来てんじゃないぞ。おい、ふざけんなよこいつ、ふざけんなよ。いやマジさ、初日からさ列車心拍ってシステムダウン入れてるやつマジ